ジェームズ・ダグラス・カプリーリアンは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、ラグナヒルズ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のオークランドアスレチックス所属。メディアによっては、キャプレリアンと表記されることもある。2012年の MLB ドラフト40巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、この時は契約せずに、カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ進学した。 2015年の MLB ドラフト1巡目で、ニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、ルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキース2で、プロデビュー。A-9 スタテンアイランドヤンキースでもプレーし、2球団合計で5試合に登板して0勝1敗、防御率3.97、14奪三振を記録した。2016年は、A 級パイヤンキースでプレーし、3試合に、 先発登板して2勝1敗、防御率1.50、22奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2017年4月にはトミー・ジョン手術を受けた。2017年7月31日にソニー・グレートのトレードでダスティン・ファウラー、ホルヘマテオと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。 この年は手術の影響で登板しなかった。2018年もプレーしなかった。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りを果たした。2019年は5月に参加の A 級ストックトンポーツで3年ぶりに実戦復帰した。その後、A 級ミッドランドロックハウンズとトリプル a 級ラスベガスアビエーターズでもプレーし、 3球団合計で19試合に登板して4勝3敗、防御率3.18、75奪三振を記録した。2020年8月4日にメジャー初昇格を果たしたが、この時は登板機会がないまま6日に降格した。8月16日に再昇格し、同日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年はメジャーで2試合に登板した。 2021年5月12日のボストンレッドソックス戦で MLB 初勝利を記録した。ありがとうございます。